ネトリ、それは自分の恋人や妻を他の男に奪われてしまうということ。普通なら脳が破壊されてしまうほどにショックな状況であるネトリですが、世の中にはこのネトリに対し極めて濃厚な興奮を得る者たちも存在しています。故にゲーム界にも普及し、ネトリは一種のジャンルと化しました。そんなこんなで今回ご紹介するのは、ヒロインがネトられてしまう下級生2、サイモン玉木。本作は2004年8月27日に発売されたアダルトのゲーム。アニメ化もされたりと結構人気な作品です。そんな作品に登場するサイモン玉木。この女かなりのビッチであり、玉木のおかげでゲームのディスクを叩き割って怒りの写真をネットに上げる人が多発されるほどの胸クソ女で、当時このようなキャラクターは珍しく斬新だったため記憶に残っている人も少なくないでしょう。サイモン玉木は主人公の幼馴染であり、主人公からは金玉を彷彿とさせるような玉と呼ばれています。明るく活発な性格でクラスの委員長でもあり、主人公が所属するキックボクシング同好会のマネージャーを務め、時には朝早く主人公の家に来てご飯を作りに来てくれたりと非常にあざとい野郎であり、極めつけにはバレンタインデーにクラスの男子どもに義理チョコを渡してワンチャンあるんちゃうかと思わせるほどの手慣れであり、童貞組んだらすぐに押してしまうであろうという策略を取るビッチで作詞な金玉じゃなかった玉ちゃん。ちなみに彼女は B 型、バスト84、ウエスト59、ヒップ84、身長162、ちょうどいい。そんな玉木、実はゲーム開始から医学生の彼氏が存在しています。サイモン玉木はメインのヒロインとして打ち出されていたため、ゲーム発売後なんで彼氏がいるねんというふうに話題になりました。幼なじみで彼氏持ちという特殊な設定のため、攻略には少し癖があるのではないかと思わせながら、ゲームを進めていくと玉木の彼氏とのイベントが適当に存在するため、普通にプレイしていれば玉木は普通にデートに乗ってくれるし、彼氏持ちだからと葛藤している風には見て取れないため、ただのビッチにしか見えません。主人公が彼氏持ちだから今回は控えようとしても、玉木から誘うことも、主人公が背徳感を持ちながらいざデートに向かうと玉木が彼氏とのろけ話をしたりと、圧倒的に空気を読めない女のため、プレイヤーが玉木に恋することは極めて低い確率でしか起きません。しかしそれでも一応攻略しようと考え、玉木ルートを進むには玉木が彼氏とキス、そして前期をするシーンを見なければならないため、玉木を嫌いになるには十分だった場を乗り越え、わずかでも玉木に恋しているプレイヤーを最後に蹴り落としにかかってくるというような内容で、別の意味で難易度が高いヒロイン。こんな風に彼氏とのイベントを乗り越えると玉木は彼氏に振られます。まあ普通に考えれば、医学生というハイスペックの男が他の男と遊びほうきている彼女になんていらないに決まっている、ざまあと思うのですが、なんと数日後に主人公ラブホに誘うというマジカルビッチを発動。どんだけロマンスしたいのか、まさに頭がマジカルマンコである。そしてまんまとその誘いに乗ってラブホに向かう主人公、主人公も相当なマジカルチンポである。その後合体中に、医学生の元彼のことは本当に好きだったと述べるものの、合体後には主人公の方がいい、最初から主人公と付き合えばよかったと言い出す始末であり、見事に医学生元彼から寝取ることに成功。ちなみにケツの方は処女だったため、こっちは初めてと主人公に捧げるシーンがありますが、別段嬉しくもないし、人によっては呆れることでしょう。そんな風にマイナス要素しかない玉木、その後特に盛り上がるシーンもありませんが、玉木は当時斬新で異質なキャラだったために非常に話題になりました。実際本作発売前からメーカーがメインのヒロインとして宣伝しまくっていたため、事前情報を知らずにプレイした人たちが脳髄および処女膜が破損したサイモン玉木の誤作動により、当方のプレイ環境が整わないという謎の語彙力を持ったプレイヤーがディスクを叩き割ってメーカーに返品するということも、玉木による二次災害が多発。ビッチは不幸しか呼ばないということを世間に知らしめた正真正銘の純粋ビッチでした。バハムートラグン、ヨヨ、ネトラレ系ゲームの中でも4番バッター選手といえるレジェンド作品。本作をプレイしたことのない人たちですら、あのセリフ、サラマンダーよりずっと速いを知っているほどの知名度であり、主人公に感情移入している多くのプレイヤーたちの心を折り、あるいはそちら側の世界、つまりネトラレの性癖へと変貌させるショッキングな作品でもあります。本作でネトラれるのはヒロインで王女様でもあるヨヨというキャラクター。まず本作は竜使いの主人公が自分の竜に餌をまあやって育てて、まあ世界を救おうぜ的な RPG。 ヨヨは本作に登場するカーナ王国という国の王女様。寝取られるキャラの職業別ランキングがあれば上位に入りそうなステータスでお生まれになったヨヨ。ちなみにヨヨは広いんですが、本作のゲーム冒頭、ヨヨを好きな名前に変えられる場面があるため、当時少年だったプレイヤー諸君はおよそ好きな人の名前を付けたことでしょう。
あんな広い未来が待ち構えているとは知らずに。ヨヨはゲーム本編では18歳の位置づけであり、本作の主人公であるビュー君と非常に仲が良く、恋人同士のデートスポット的な思い出の教会に2人で行ったり、そんな関係から彼らの周囲の人間2人は付き合って結婚すんじゃねと思っていたようです。ちなみにカーナー王国は神竜バハムートを守護竜と崇める国で、カーナー王家は代々神竜の声を聞き、神竜の力をその身に宿すことができるドラグナーの血を引く稀有な存在。ヨヨももちろんドラグナーの血を引いており、神竜の力を使い心を通わせることができる可能性があったため、ある日カーナー王国は襲撃され、王国が完全に陥落した時、グランベロス帝国の帝国サウザーという男にヨヨが連れ去られるという事件が発生。その後数年間牢屋の中で軟禁生活を過ごすことに。その悲惨な獄中生活は帝国の将軍であるパルパレオスという爽やかなイケメン風男子によって一変、誰とも会話せずにただただ冷たい獄中の中で過ごしていた日々が、パルパレオスが話しかけるようになり、ヨヨの心が少し保たれるという結果に。ヨヨにとってパルパレオスは支えになったものの、作中では彼に惚れる模写がほとんどないため、プレイヤーはパルパレオスの魅力がわからないままストーリーが進行。そしてパルパレオスはヨヨを自分の竜の上に乗せある場所に行くことに。それはあの思い出の教会。この教会に向かうシーンで、サラマンダーとっても早いとヨヨが非常に感激していたことをプレイヤーはなんとなく思い出すはず。加えて教会に降りた後は中には入らず、大人になっても今と同じ気持ちで教会に誘ったら一緒に来てくれると完全に、私あなたのことずっと好きですフラグが立っていたのに。ヨヨはパルパレオスというポットでのイケメンキャラに心変わり中、パルパレオスの竜に乗って飛んでいる最中、あの有名なセリフ、サラマンダーよりずっと早いという事実上寝取られたことを示唆するかのような悪女っぷりを披露。自分の過去の記憶を無理やり上塗りするかのようなセリフに、それまでヨヨとビューの輝かしい未来を期待していたプレイヤーは唖然。挙句の果てには教会に着いた際、パルパレオスにここが思い出の場所なのかと聞かれても、うん、思い出の場所なんかじゃない、だって私たちこれから始まるんですものという、付き合ってもねえのにビューを完全なる過去の男として扱う始末であり、この辺からヨヨがビッチ悪女ということにプレイヤーは気づき始めるのです。ヨヨはパルパレオスと共に過ごす中で広い世界を知り、狭い世界で生きていた自分とその周囲を過去にしていく。つまり地方から東京に出てきた瞬間に毎日クラブで男を捕まえてはやるというただのビッチ。その後カーナー王国が陥落してから数年後、ヨヨはその辺の国にいたドラゴンたちを集めてわっしょいし、反乱軍を作りヨヨを助け出すことに成功。その際はビューに対してもいやらしい悪女的態度を取るものの、その後にパルパレオスとビューとヨヨ3人であの教会に入るシーンがあります。その時にはビュー、今までありがとう、でも私子供の頃にはもう戻れないの、楽しかったあの頃に、それはきっといいことなの、ビューにとっても私にとっても大人になるって悲しいことなのという、ああ何もかも失っちまって、俺があんなに頑張ってドラゴン集めている時にお前らは何してたんだ、俺の知らない顔をパルパレオスとかいうポットでのイケメンに見せていたのかという、喪失感とともに怒りが湧いてくるわけですね。そんなラブラブな二人を見てイケメンビュー君手を引きます。悲しいよ、二人を背にしてその場を立ち去るビュー、面倒な元彼は振ったわと言わんばかりのヨヨはパルパレオスを連れて教会の祭壇に登り、永遠の愛を誓い合うというシーンが。ここら辺で本作の冒頭、ヨヨに自分の好きな名前を付けた人は心をダークサイド面に落としたことでしょう。しかしここからが本番、ビューに対するヨヨの態度が一変し、代わりにパルパレオスとのラブラブ模写ばかりが続くことに。ある NPC に話しかけると、夜な夜なヨヨ様の苦しい声が聞こえるのという完全なる寝取られを示唆したり、ヨヨのベッドから王女のハテナハテナハテナという謎のアイテムが入手可能であったりと、エロジョークはただ存在。そんな一方でヨヨ以外の女性キャラにプレイヤーは癒しを求めることは必然。悪女に翻弄されてヘロヘロになったプレイヤーを癒すのはフレデリカ。まあヨヨがビッチすぎて相対的に逃げ場としてフレデリカが選ばれたということなのでしょうか。どこからどこまでも不遇すぎる主人公のビュー君ですが、他の女性キャラメロディアやルキアには好かれており、フレデリカタソとは全ての戦いの後一緒に店を営んだりと、かなりのモテ男。作中でも女性部屋に入ることを許されていたり、ドラゴンにも好かれ、とにかくいいやつなんだろうなということがわかる主人公。そんな善人の塊でもあるような主人公と対極的なヨヨ、開発側が意図的にヨヨを悪女扱いしているのはわかります。しかしながら好きな名前を付けさせたり、エロジョークや直接的な寝取られシーンがあったりするのは、当時のプレイヤーに深い傷を与えたに違いない。
ということで、いかがだったでしょうか。ゲームで寝取られとなると全年齢対象のゲームから見つけるのはなかなか難しいです。なのでエロゲー以外でヒロインなど寝取られる作品があればぜひコメントで教えてください。お願いします。今回この動画を見て寝取られに対し深く憤慨したあなた、ネットの閲覧履歴に寝取られの文字が刻まれるのはそう遠くない。じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、 Twitter、Instagram もやってるので登録をお願いします。では次の動画で会いましょう。キャベツでした。ほらまた。